北国新聞ニュースをお伝えします。金沢競馬場の歩みをたどるパネル展が場内で開かれ、北国新聞などを通して移転後50年の歴史などが紹介されています。金沢競馬場は50年前の1973年に金沢市新神田から現在の八田町に移転し、それにちなんだパネル展が今月16日からスタンド棟の1階で始まりました。展示パネルには新聞で見る金沢競馬、歴史を刻んだ名手名馬たちなどのタイトルが付けられ、移転後を中心に競馬場の歩みを伝えています。金沢競馬は昭和50年代の隆盛期から平成の低迷期を経て、令和の今は好調さを取り戻していて、北国新聞の紙面を使ったパネルはその歴史を分かりやすく紹介しています。展示パネルには懐かしい名馬やかつて在籍していた女性騎手の活躍を伝える紙面もあり、オールドファンから若い世代までが興味深げに見入っていました。このパネル展はしばらく続く予定で、石川県競馬事業局はレースの合間にパネル展示も楽しんでいただき、競馬場により親しんでほしいと話しています。わあ、懐かしいといった声も聞こえてきそうですね。そうでしょうね。本当に移転して半世紀ですね、はい。まあ、この歴史の中で、まあ、全国的な知名度とは別にして、まあ、地元ファンにとっては、ね、どこよりも愛着の深いこだわりの名馬たち、名ジョッキーたちがいますね、はい。まあ、今では競馬場は若い女性たちも含めて非常に幅広い年代層が楽しめる空間になってきてますね、まあ、この競馬場からこれからも大歓声とドラマが生まれていくことを期待したいですよね。そうですね。ではニュース解説です。輪島市の曹洞宗大本山総持寺祖院と羽咋市の日蓮宗本山明成寺という能登を代表する二大名刹がタッグを組んで観光誘客に乗り出します。二つの寺には来年大きな行事が控えていますから、野口さん、この重要な節目と新幹線延伸を追い風にして能登に人を呼び込みたいですね。そうですね。まあ、総持寺祖院は、総持寺はですね、来年、開祖の慶山上金禅寺の700回大恩期にあたっていて、4月に横浜市で、本法要が行われます。2021年に開祖700年を迎えた総持寺の、原点の地である総持寺祖院でも特別拝観や企画展が計画されてますね、はい。また国の重要文化財祖師堂の建立400年を控えて、国宝化へ期待が高まる明成寺では、5月に就任した藤井教皇貫寿をお披露目する新参式が来年春に予定されていて、薬庫行列などが盛大に行われるようですね。いずれも節目の大きな行事だけに、来年は知名度を一段と高めるチャンスでしょうね。そうですね。一つ、背景にあるのはですね、来年3月16日の北陸新幹線敦賀延伸に伴って、この大阪と和倉温泉を結ぶ特急サンダーバードが敦賀止まりになるということでですね、能登の観光事業者からは、誘客への影響を懸念する声が上がっているんですね、はい。宗派が異なる2つのお寺でですね、観光大使を務める能登鉄道の旅行センター所長の山崎健一さん、バイタリティがあって大変企画力のある方なんですけどもね、はい。この人が橋渡し役となって、10月中をめどに、旅行商品の時期や内容を決めるということですね。お寺の地元にも伝統産業がありますから、こうしたご当地自慢も組み込むそうですね。そうですね。総持寺祖院は、お寺と何といってもご当地の輪島塗をテーマにした、企画展があります。期間限定で慶山禅寺にまつわる、仏具の特別公開を計画していて、また国宝指定を目指す明成寺は建立400年を迎える祖師堂の特別祭が、
五重の塔の屋根の修復工事の過程を記録した動画などの公開も企画しているということですね。はい、能登周遊ツアーを、大手旅行会社に働きかけ、協力して、プロモーション活動などにも取り組む計画で、宗派を超えた連携で能登の振興につなげてほしいですよね。はい、日本ならではの文化体験ができるお寺というのは訪日外国人からの関心も高いですから、それが人気なんですよね。文化観光の面でも、期待できそうですね。そうですよね。はい、仏像や、歴史的建造物、伝統工芸が息づく寺院では、座禅や、写経とかですね、精進料理など、さまざまな文化体験もできますね。北陸でも、高岡市ではですね、国宝の瑞龍寺と昇降寺をめぐるツアーなどで高岡の魅力を伝えてますし、新幹線の開業で注目される福井でも、曹洞宗大本山永平寺ですとかね、国宝の妙通寺というのがあって、北陸三県の寺院をめぐる旅の楽しみというものもぐっとこう増えてきますよね。はい、これからも寺院の文化資源の活用や、連携による相乗効果が期待されるだけに、能登のこの二大名刹もですね、新幹線効果を生かして連携して発信していきたいですよね。はい、白山市内の小中学生が新しい私立野球場のオープンを記念し、元プロ野球選手との交流を楽しみました。白山市黒瀬町にオープンした新しい野球場は、市内で初めて本格的な硬式野球の試合に対応し、完成記念のイベントが昨日開かれました。このうち野球教室には、白山市内の野球チームに所属する小中学生およそ300人が参加し、打撃や守備、投手のジャンルごとに、元プロ野球選手の堀内恒夫さん、辰川光雄さん、辻初彦さんなどから技術を学びました。一方、白山市選抜チームと20人の元プロ選手によるドリームチームとの記念試合もあり、スタンドの観客が往年の名選手のプレーに見入りました。白山市立野球場の愛称は公募によって朝顔スタジアムに決まり、田村俊和市長が応募作の中から最優秀賞に選ばれた池田真紀さん50歳に記念品を贈りました。新しい野球場は防災拠点も兼ねて整備され、支援物資の仕分け所や防災用の倉庫がスタンド棟に設けられたほか、駐車場を含む周辺の広場はヘリポートにも活用されます。初土俵から2場所で十両に昇進した津幡町出身の大の里は、秋場所千秋楽の昨日敗れて、惜しくも新十両優勝を逃しました。東十両14枚目の大の里は昨日、東十両筆頭の狼雅と対戦し、もろ手突きで当たると狼雅を左で抱えて果敢に前に出ました。しかし土俵際、体勢が不安定になったところで、すくい投げを食らい敗れました。それでも、優勝した一山本に次ぐ12勝3敗の好成績で圧倒的な存在感を示し、今度は優勝したいと気持ちを新たにしていました。大の里の番付は11月の九州場所で十両5枚目ほどまで上がる見通しで、幕内昇進をかけた戦いに挑みます。国技館には父親の智之さんも駆けつけ、よく頑張った、15日間楽しませてもらったと、関取デビューの場所を得た息子に目を細めていました。このほか、石川県出身力士では、西前頭10枚目の遠藤が9勝を挙げて、2場所連続で勝ち越し、来場所は幕内上位になる見通しです。一方、東前頭16枚目の輝は5勝10敗に終わり、十両転落が見込まれています。大の里、残念でしたけど、次がありますからね。そうですよね。本当にお父さんもね、国技館で熱い、応援を送ったようなんですけども、
惜しくもこのあと一押しが遠かったようですね。はい、小野さんもね、相撲は負けたことから学ぶものだというふうに、非常にいいことを言ってらっしゃいますからね。今場所は、大輝がこう目覚めた場所だ、そして来場所はいよいよ幕内が視野に入る、番付の位置に上がると思いますね。もちろん優勝して入幕を果たしてほしいですよね。そうですね。さあ、そしてもう一つスポーツの話題です。金沢少年少女柔道大会が開かれ、ロンドンオリンピックの金メダリスト松本香織さんが小学生選手を励ましました。この柔道大会は松本さんの功績を伝え、競技力の向上につなげようと4年前から松本香織杯として開催されています。54回を数える大会は、昨日松本さんが子どもの頃汗を流した県立武道館で行われ、北陸3県と長野県からこれまでで最も多い30チームおよそ200人の小学生が参加しました。開会式では松本さんが、最後まで諦めずに頑張ることで自信が湧く、今日の大会がみんなの自信になればいいと挨拶しました。松本さんはおよそ5時間半にわたり熱戦を見守り、表彰式では敗れた女子選手の肩を抱き、もう泣かなくていいよ、本当に強くてかっこよかったよと励ましていました。松本さんは北国新聞でエッセイ野獣の子育てを連載中で、キラリと光る選手が何人もおり将来が楽しみだと喜んでいました。大会の結果、予選リーグ1位のチームによるトーナメントでは、富山県の県営富山武道館が優勝しました。奥能登国際芸術祭は、震度6強の揺れに見舞われた会場も終戦などを経て展示にこぎつけ、鑑賞に訪れる人たちを楽しませています。珠洲市全域を舞台にした奥能登国際芸術祭には、14の国と地域から59組のアーティストが参加し、おとといから51日間の会期で開催されています。作品を展示する会場の中には、5月の奥能登地震で移転や修繕を余儀なくされたところもあります。このうちソル・カレロさんの作品ラ・ティエンダ・マエノが紹介されている珠洲市飯田町の建物は、地震で崩れた屋根瓦を修理して展示にこぎつけ、独特の世界観が演出されています。横浜市から訪れた44歳の大学教員は、地震があったことを感じさせない作品、駐車場は車がいっぱいで活気にあふれていると話していました。開幕後初めての日曜となった昨日は、およそ1400人が芸術祭の会場を訪れ、過去2回の芸術祭も訪れたという愛知県の男性は、開催にこぎつけてくれて嬉しい、珠洲へのエールを込めて作品を回りたいと支援の気持ちを語りました。奥能登国際芸術祭はスタートしたばかりですが、昨日までの一番人気は大谷町にある珠洲シアターミュージアム光の箱舟となっています。この会場には民具や生活用品が現代アートとして展示されているほか、能登外浦を望む敷地には石の卓球台が設置されています。金沢学院大学附属高校の吹奏楽部が定期演奏会を開き、明るく熱のこもった演奏を披露しました。昨日の定期演奏会は県立音楽堂のコンサートホールで開かれ、満席の中、吹奏楽部の部員144人が昼と夜の2回公演を行いました。演奏会の第1部は、金沢学院大学附属高校の創立70周年を記念して作られた Wishes で幕を開け、バーンズの交響曲第3番やポロネーズとアリアなどを繰り広げました。一方、ストーリー仕立ての第2部は、少年と科学者の老人がタイムスリップする筋書きに合わせ、ジュラシックパークなどハリウッド映画のテーマを披露したほか、谷川俊太郎さんの作品をもとにした詩の朗読や合唱、ダンスなど多彩なパフォーマンスが
観客を楽しませました。ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。